20世紀に入ると伝説的なスポーツヒーローがロシアに出現することになる。その一人はイヴァン・ポドドゥブヌイだ。ポドドゥブヌイは1871年にポルタバ県のボゴドホフカ村に生まれた。現在はウクライナ、ロシア帝国の辺境には特別に許されて自治を行っていた武装集団コサックがいたが、ポドドゥブヌイもこのコサックの出身である。1897年に彼はサーカスのレスラーになった。当時のロシアではレスリングはショーとしてサーカスに組み込まれていた。ポドドゥブヌイは1903年以降、西洋各地で開催されていたグレコローマンスタイルのレスリング大会に参加するようになる。1905年にはパリの大会で世界チャンピオンとなり、その後も1909年まで優勝を重ねた。革命後もポドドゥブヌイはソ連でサーカスへの出演を続けた。晩年はアゾフ海沿岸のエイシクに居住し、第二次世界大戦後の1949年にこの世を去った。死後もその伝説は人々の記憶に残り、1957年には彼をモデルとした映画、レスラーと道化師が、ボリス・バルネットの監督で制作されている。